とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は先日に引き続きまして、好きなエンチャントランキングやっていきます。今日は、防具編ですね。ランク1からランク5まで付けましたので、ぜひ見てください。では、行きましょう。このランキングには、個人的な意見が入ります。ご了承ください。さあ、それでは好きなエンチャランキング防具編やっていきましょう。ランク1からランク5までつけております。ランク1が、良くない方で、ランク5が良い方ですね。ではランク1からいきましょう。これです。まず冒険者、ソウルフォーカス、影の爆発、食料貯蔵、ビーストサージとなっております。全部ね、俺は使いにくい。まず冒険者、これは多分ね、満場一致でいらないと思う。満場一致です、これは。もう 99.999% これはいらないとみんな言うはず。でソウルフォーカスも 99% はいらないと思う。で影の爆発よ、これもね、多分ダメージがねそこまで取れないんだよな。影突ぐらいでしか使いようがないので、いや、影突でも使わないかな。他のエンチャン入れた方がいいもんね。なので、今のところ、入れることもないと思います。まあ、今後も、そうね、この爆発が画面半分ぐらいまで広がって、1000万とかダメージ与えない限り、使わないかな。いらないと思う。で、食料貯蔵も、ポーション使った後に回復アイテム出たところでっていう感じなんですよね。そこまで必要性は感じないし、まずビーストサージのペットが弱い。速度が上がったところで、そこまで DPS 上がるわけじゃないので、今のところ使うところはないと思われます。はい。ランク1こんな感じです。それでは好きなエンチャランキング防具編ランク2に行きましょう。ランク2はこれです。10個ですね、結構多いな。ビーストボス、スピードシナジー、ラッシュ、炎の道、重力パルス、魂の袋、トゲ、やけど、ビーストバースト、リサイクルですね。使えるところでは使えるやつがあると思いますけども、強いてこれを入れることもないのかな。まあ、タワーとかではね、ビーストバーストすごく役に立ったけども、そこぐらいかなと思うんすよね。まあ、ラッシュもいい感じかなとは思うんですよ。ダメージ受けた時に緊急回避で動きが速くなるのでいいけども、まあ、これを入れるならば、別のやつ入れた方が良くないっていう風に思うんですよね。ランク2は結構微妙なやつが多いと思います。なんて言ってんだこんな感じです。そして続いて好きなエンチャントランキングランク3ですね。これ多いね、12個あります。多いな。臆病、アクロバット、最後の叫び、無謀霊気、サプライズギフト、エメラルド、瞬足、火炎フォーカス、激光ロール、マルチロール、防護ですね。まあ普通ぐらい、何か困ったらこれ入れとけっていう感じの、エンチャントです。で、これをねちょっとね考えたのが1週間ぐらい前になるのかな。まあ、その間でちょっとね心境の変化もあって、無謀とかサプライズギフト、あと採掘者、これはね、意外と使えるのかなとも思います。ランク4でもよかったかなって、防護とかも。でもまあとりあえずランク3で今のところ落ち着きましたかね。まあ困ったらとりあえず入れといて大丈夫だよっていう、エンチャント無駄ではないよっていう感じです。この12個多いなこんな感じですね。ランク3。
それでは好きな演者ランキング防具編ランク4ですね。こちら8個ありますね。雪玉、影の突撃、変更、タンブルビー、帯電、雷フォーカス、毒フォーカス、幸運ですね。できれば入れたいところっていうエンチャントですね。これ全部好きです。まず雪玉。まあまあ、1体にしか効果はないんだけども、確実にスタンさせてくれるので、重宝しますね。うん。もう、かなり使えるやつだと思います。今も昔も。で、影の突撃。だよね。影突ビルドやるときには、絶対に必要なやつです。倒したら16個。1体で16個だからね。うん。かなりのソウルが入手できるので、重宝します。で、変更。うん。これはもう、とにかく入れとけば、便利だなっていうやつですね。で、タンブルビー。タンブルビー、昔ね、俺、侮ってたのよ。初戦8でしょぐらいに思ってたんだけども、いやいやいや、タンブルビーは敵のターゲットすっごい取ってくれるので、めちゃくちゃいい。うん。ものすごい使えるエンチャントですね。ランク5でもいいぐらい。それぐらい好きです。で、帯電。だね。帯電も、前はね、まあ、ランク3ぐらいで、まあ、困ったら入れればいいかなぐらい。と思ってたけども、今はね、結構率先して入れていいかなって思います。かなりダメージがあるのよね。263で帯電がつくと、一発でね、190万ぐらいダメージがあります。で、それプラス、雷フォーカス入れると、300万超えるのよ。一発で。うん。もうぴょんぴょんしてると、雑魚敵がどんどん溶けてくるので、この雷フォーカスと帯電、いいのよね。うん。盾を持ってるロイヤルガードとか、あいつらの処理にも使えるんで、大好き。大好きです。で、毒フォーカスね。怒りをね、使う人には、この 75% ダメージアップ。これがいい。うん。毒でね、簡単に敵を倒せる場所っていうのが結構あるので、これは欲しいところです。で、幸運ね。幸運は、まあ、とりあえずつけとけっていう感じでしょう。はい。ランク4は、この8個です。それではラストいきます。好きなエンチャランキング防具編ランク5ですね。これ4つです。デスバーター、ポーションバリア、ヘルスシナジー、クールダウンですね。クールダウンとポーションバリア、この2つはもうランク6です。ランク6、ランク7、うん、ダントツ。もう防具にはもうこの2つ入れてればまず間違いない。クールダウンとポーションバリア、これ間違いない。間違いないです。で、それの補助として、ヘルスシナジー、デスバーターだね。まあ、この4つがついてれば、間違いないんじゃないですか？耐久力抜群でどこにでもいけると思います。で、まあ、このデスバーター、ヘルスシナジー、まあ、このどちらかをタンブルビーとか、帯電にすると、うん、まあ、それでも全然いいと思いますけども、まあ、この4つが、まあ一番耐久力がある、うん、ベストな防具エンチャではないでしょうかね。どうだろう。俺はそう思います。ランク5はこの4つです。それでは好きなエンチャントランキング防具編、ランク1からランク5まで発表しました。いかがだったですかね。皆さんの好きなエンチャント、どんな感じでしょうか。何度も言いますけども、このランキング、個人的な意見です。エンチャは、人それぞれね、やっぱ好き嫌い、かなり分かれると思います。まあ、どれぐらいかっていうと、俺ね、牛丼食べるとき、紅生姜を死ぬほど入れるんですよ。むちゃくちゃ紅生姜を盛るの。でね、友達とかと行くと、なんかすっごいね、嫌な目で見られるのよね。なんでお前、わざわざまずくするのみたいに言われるんだけど、いや、俺は紅生姜と一緒に食べたいのよ。大量の紅生姜と一緒に食べるのがベストだと思ってるから、これぐらい個人的な好みです。はい、よろしくお願いします。もう毎回何言ってるかわかんないな。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。